6月に行われるキリンチャレンジカップ2試合のメンバー26人が発表されました。剛さん、今回のメンバーを見て、現状最強と思われるスタメンを教えていただきたいんですけども、今のメンバ今回のー？メン今バー、回？はい。いや、厳しいですよ。これは厳しいですよ。まあ、シュミットはシュミットでね。今のところは出てるしね。まお、ず難じゃあ、ワしントいです。ップ。富安いないし、まあ、ワントップやったら古橋からいきますよ、それは。ワントップ古橋選手。そう、それはもう悪いけど、古橋、お前結果出さんと、もうお前はもう呼ばないぞと。断言します。これ、お前厳しい監督だなって言われるかもしれないけど、何回チャンスあげてんだと。お前いくらセルティックで MVP になったって、このブルーのユニフォーム着て結果出せねえでどうすんだって。このブルーのユニフォーム着て燃えない人いないでしょ。なんだ、こんな美味しいとこないでしょ。こんだけモチベーション上がるとこないでしょ。もう俺だったらもう、言いますけどなー。まあ、シュミット、古橋あたりは出るし、田中もいないし、冨安もいないし、ここは硬いですよ。まあ、鎌田はいるし、まあ、多少は、まあ、これはしょうがないですけど、前回のワールドカップ出てるメンバーが中心になって、これは間違いないです。で、いろんなところに、まあ、順位とかね、これはもう出さなきゃいけない。もう今の三笘だったら、もうどうしても外せないし、すごいことです。だからそういう選手はやっぱり、硬いですね。今、先ほど、ワントップは、前田選手だったり、上田綺世選手だったり、浅野選手だったりがいる中でも、古橋選手。そうなりますよ。俺はね、監督は違うかもしれないし、それは優先しますよ。ワールドカップで選ばれた人は。もう正直ですよ。まあ本当にいろんなデータを見ればいいんですよ。その3人が前田でしょ、綺世でしょ、で、浅野でしょ。この3人を足しても何点取ったかと。じゃあ俺の時に岡崎が行ったでしょ。この3人を足しても岡崎の半分ぐらいの点取ってないと思うよ。その割合があんまりにも悪すぎる。そういうのも、まあ僕もね、あんまデータばっかり見てるとね、良くないかもしれないけど。でもやっぱ結果出ないし、なんか魅力がないし、すごい点取ってくれた浅野がいたかもしれないけど、じゃああの100回の1回にかけるかっていうことじゃないんですよね。宝くじじゃないです。その古橋選手を生かすという意味でも、2列目っていうのも大事になってくると思うんですけども、レアルソシエダで絶好調の久保建英選手、ブライトンの三笘選手も大ブレイク中です。AC ミラン移籍が浮上している鎌田大地選手だったり、先ほどもおっしゃられたスピードスターの伊東純也選手。2列目も充実していますが、どんなメンバーをされますか？いや、でもここは硬いですね。まあ、もうこれは外していけない。三笘左、右に順位はもう硬いです。鎌田選手を、これは相手によるんですけど、弱いんですよ、今回、エルサルバドルなんて。ここはもう悪いけど、古橋2、3点取らないと、もう失格ですよ。ここは正直なところ。そしたら俺、そのエルサルバドル相手だったら、鎌田をワンボランチに戻して、エンドと組ましてもいいし。ね、もうちょっと攻撃的にするとか、そういうとこ、僕だったら田中置いたら田中と鎌田と、別にそこの上に久保入れたっていいんですよ、真ん中に。今、調子がいいんでね。でも今、いないからね、田中碧がいないってだったら、まあ、遠藤は硬いんだろうなって、森保監督の頭からしたら、だから鎌田をボランチとして使って。ダブルボランチに遠藤鎌田に久保入れて、で、三笘は左、純也右、で、古橋真ん中と、ワントップで。そしたら、まあ、エルサルバドルだったら、これぐらいはできるんだろうな。これぐらい、2、3点ぐらい取ってくれるんだろうな、という感じは期待しなきゃいけないしね。後ろは後ろでね、左の、いないんだよね、今回。怪我で来てないんだよね。怪我で来てるが、あの選手いいですよ。もう伊藤なんてやめて、もう左で。もう無理です。
ごめん、もうレベルが違う。だから、うん、そういうところも含めても、まあ、板倉板倉でね、真中は富安がいない。まあ、これは谷口が帰ってきたのは、谷口とかましてもいいのかなと。いや左にはまだ中山くんが戻ってこないもんな。だったら、相馬を左サイドバックで使ってもいいんじゃないか。そんなレベル下の相手だったらね。で、右が前回が誰だったっけ？あ、そうだ、あの、名古屋の子、名古屋の子ですよね。菅原、そう、菅原くんを右。菅原くんを右で使ったらいいんですよ。むっちゃくちゃ真面目な子でね。僕も行った時に上がってきてたぐらいの子だったんで。シューミットくんで、板倉、谷口、左にちょっと攻撃的に考えて、相馬くんと。で、エンドと、鎌田のダブルボランチで、その、ピラミッドの上に、久保と。で、左に、三笘、右に純也、真ん中のセンターフォワードとしては古橋と。いう感じで、僕だったらやってみます。じゃあ、なんで朝の前田綾瀬を最初から出さんのかと。せっかくワールドカップ行ったのにと。ゴールの匂いがしないからです。その中で、キー選手というか。いや、三笘ですよ。これはでも、両ウィングっていうか、これは日本の武器ですよ、今。そこをどう生かすかと。まあ僕からしたら、必ず突破できると。ここは左の三笘にしても、順位の右にしても、必ず突破できる。俺、この突破の後に、どれだけ、このペナルティエリア内に、クオリティと人数をかけられるかと。これは少なくとも3人ぐらいはペナルティー内に入らないといけないと思う。これは久保にしてもいいし、逆サイドの、まあ、三笘の、右で上げる、順位で上げるんだったら、少なくとも、古橋と久保と、やっぱ逆サイドの三笘がやっぱペナルティー内に入らなきゃいけないと。で、できれば、少し前目に鎌田が、シュートを打てるぐらいの距離までに押し上げられると、これは非常にこう面白くなるんじゃないかなというふうに思いますね。その中で古橋選手は2、3点取らないといけないと。そう。もういい加減に取ってほしいですね。あんだけ俺が言ってんだと。最後そのゴールキーパーのところ、シュミット選手っておっしゃってたと思うんですけど、はい、中村コースって選手だったりが復帰した中でも、シュミット選手をもう一度、まあまあ、シュミットはもう、おそらくこう、第一ゴールキーパーになっていくんじゃないかっていう予想はされますね。中村くんも、ここで、ちょっとね、試合にも出してほしいんですよね。これは、どういうパフォーマンスをしてくれるかっていうのも、楽しみに考えたいのと。まだまだ、サンフレッチェだった大沢くんは、ちょっと、レベル的には、ちょっと至ってないのかなと。少しポジショニングが良くないのかなって俺からしたら。林、俺の同期である林くんがサンフレッチェにいるんだけど、ちゃんと教えたらいいのに。あと、ちょっとバタバタする。キーパーはバタバタしちゃダメ。みんなに伝わるから。バタバタ感があるんで、ここはキーパーとしては常に冷静で、どんなピンチでも、冷静な顔、何が起きたかみたいな顔で、何も起きてねえじゃねえかって、点取られそうなのに冷静な顔で戦ってほしいなと。まだそこはできてないのかなと思います。集まれ。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo,
Esse alguém sou eu, vivendo sozinho, por alguém que não vive mais do meu lado. Será?